んか。じゃあピストル解除させてもらいます。ピストルな、これな、これな、まずこれな。はい、あざーす。え、いやー、これ。はい、こんにちは、ぶどかでーす。で、さっきも挨拶したんですけど、なんかね、また取れてなかったんで、ちょっと今日チームデスマッチやろうかなと、やっべえ、思います。うぅ。え、行って！いやー、なんかさー、あぶんなー、マジで。また来そうやね。うぅ、熱すぎるー。なんや、これは。ほんまにやばい。44マグナム、これデュアルとかあればな、もっとな、やる、なんか、楽しみ増えんのにな。今回、なぜか知らんけど、サプがあるからな。サプだけ。あ、やばい。なんでこんなに敵に囲まれなあかんねん、お前。俺、ハンドガン縛りやぞ。やばい。危な。ほんま、2発で殺せるはずやけど、威力厳正がちょっと激しいかなっていうのがあるね。危ない。やめて。おい、やばいって、それは。ナイス味方。もうさ、ここのマップさ、激しすぎて実況もクソもないって。ハセシン向きのマップすぎるやろ。ハセシン向きのマップや、これ。ハセシンのために作られてるマップ。実況者の。なぜなら、あいつは口が回りすぎる。一生喋ってるもんな。マジで。永遠に。ああ、怖い。危ない！怖い。さあ、ぶちまけるぜ。えい、怖い。危ない。ここ来そう。来ない。ナイス。いいね。はい、ナイス。はい、ナイス。うわお！はい、ナイス！やばい。熱いって。これはやばいわ。ほんまに、ビビるって。ビビり倒してるわ、ほんまに。44マグナムってこんなに強かったっけっていう、あれ。はい、ナイス。というわけで、今日はね、ハセシン向きのマップ。シップメントで44マグナムを使ってチームデスマッチをやっていきました。味方の1位が死ぬほど強かった。まあ俺も結構頑張った方やと思うけど、途中のあそこが。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ぽどかでした。まあ皆さんもよかったら、チャレンジして、なんや、歯車集めて解除してみてください。はい、お疲れ様でした。さよなら。はい、こんにちは、ぽどかです。他の実況者がね、このね、BO2 じゃなくて BO3 の追加武器の情報を上げてる中、俺だけ44マグナム、モダンOR に追加された44マグナムの情報をちょっとね、みんなにちょっと教えていこうかなと思います。これ究極のロマン武器がね、モダンOR に追加されたということで、非常に個人的にはめちゃめちゃ嬉しいんですけど、いいぞ、みんな、これはいいものやぞ。これはいいものやぞ。マジで、アンロックしないと損やぞ。割と強い。思った以上に強い。ただ、個人的には、デザートイーグルの方がね、安定していいかな、とは思うんですけど、近距離のあの、溶ける速度とかね、そういうのいろいろ考えると、デザートイーグルの方がいいかなと思うんですけど、デザートイーグル使ってて、わかると思うんですけど、リコイル制御が大変じゃないですか。で、あれができないっていう人は、こっちでいいと思う。44マグナムで。これな、44マグナム、リコイル制御いらんのよ。だから、脳死して、みたいな感じで撃ってたら、速攻死ぬから。で、遠距離がめっちゃやりやすい。距離離れたら、やりやすいな、とにかく。デザートイーグルはね、距離離れれば離れるほど、やりにくくなるんですけど、この44マグナムは、距離離れたら離れたほど、まあ、やりにくくなるのは当たり前なんですけど、デザートイーグルに比べてすげえ、なんか、リコイル制御が簡単なんで、やりやすいですね。てか、リコイル制御そもそもいらん、いくで。まあ、こんな感じでね。こんな感じで、上がっていきはするんですよ。上がっていきはするんですよ。こんな感じでね。上がっていきはするんですけど、なんか別にね、そこまで気にしなくていいかな。デザートイーグルとか見るで。やばくない？さっきより全然上がるから。ほら。このくらい上がるんで、デザートイーグルの場合は。だからちょっとデザートイーグルは、下目に最初狙って、だんだん上げていくのがいいとは個人的には思うんですけど、上手い人はね、もう、関係ないからな。デザートイーグルで、がめちゃくちゃ上手い人は、もう真ん中に合わせて、
超速い指切りで、ドロロロンって言って殺すから。ほんまに強いから。マウサーのな、リコイル制御しながらのな、デザートイーグルの遠距離最強すぎてビビるで、ほんまに。一回見たらいいわ。マジで強いから。え、その距離やんのみたいな。パッドでいないからな、そんな距離。デザートイーグルでやってくるやつ。その距離をね、ショットガンとか持ちながらこっち突っ走ってきて、あの、ショットガンって基本的にさ、あれやん。なんつったらいいの？近距離戦闘向きやん。だから遠距離とか中距離とかになると全然勝てないみたいな感じやねんけど、デザートイーグルうまいショットガンの人とかがそれ持つと最強やで、ほんまに。え？みたいな。お前ショットガンやのなんでその距離やってくんの？デザートイーグルで、みたいな。で、近距離近寄ったら、ショットガンも待ってるし、絶対勝たれへんから。マジで強い。マジで強い、ほんまに。あ、そう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 。まだこの後マグナムとかいろいろ解説するんですけどね。なんや、スナイパーのパッチが入ったみたいで、で、貫通キルが大幅に上昇みたいな感じでできるようになりました。なりました。で、まあそんな感じの動画もね、また明日か、そのくらいに、なんかの作品、他の作品と合わせて SR のプレイ動画でも上げようと思うので、まあ楽しみにしておいてください。多分明日上げると思います。さあ、44マグナム全然使ってないんで他に使いましょうか。きっとね、キットの44マグナムを使いたいと思います。これ、なんやこれ。コンペティションっていう、この、キットの、44マグナムですね。シンクの真っ赤な、44マグナムということで、これめちゃめちゃかっこよくない？これ、ほら、このモーションがまずかっこいいからな。このね、十字キー下のモーションめちゃめちゃかっこいいから。こうやってキルカメ決めて、ふん。キルカメ決めて、ヒューンみたいな。うぃーって。もう次元みたいな感じでできるからな。あ、やべ。最近マジでエイマーワン。エイマーワンつうかもうなんかあかんな俺。俺が貸すのだけやけど。おーおーおーおお。いやー、この44のマグナムもなかなかかっこいいな。ほら、見た今の。見た今の。今の距離やれんねんで、普通に。強くないめっちゃ。いや、もう44マグナムマジで強いから。距離的な問題で強すぎる。やっぱり。まあ、モダン2には勝たれへんけどな。モダン2の44マグナムには。モダン2の44マグナムは、音よし、見た目よし、なんや、威力最強。リコイル制御も割とやりやすい。遠距離クソやれるみたいな。最強武器でしたからね。モダン2にもあったんですよ。モダン2にもあったんですよ。デザートイーグルというものはね。ただそこまで人気じゃなかった。もう44マグナムなんで使わんのみたいな感じやったからな。モダン2のね、ハンドガンはね、割といろんなのが強かったっすね。USP も強かったし、あと、あれやな、M9 も強かったし。とにかくデュアルが強かったからな、あの時代のやつは。いや、良かったですね。なんか、変な SMG 使って一人でやっちゃってるけど。よいしょ。さあ、最後の、こいつですね。もう一つの、ガンスリンガーっていうやつの、44マグナム。これがね、バイオハザードのなんか、後の方で2周目とかでゲットできるマグナムっぽくて、なんかいいですね。ほら、かっこいいな。で、実はね、44マグナムにね、サプレッサーつけることができるんですよ。で、このサプレッサーがめちゃくちゃ強い。めっちゃ強い。全然威力変わらんから。最強やで、ほんまに。あのね、ちょっとダサいかもしれないけど、普通につけていいと思う、サプレッサーは。44マグナムにね、ちょっと音がキモいけどな。相当音キモくなるけど。まあでもね、つけて全然大丈夫な感じの武器だとは思う。ね、いいでしょ。いいでしょ。いいでしょ。よいしょ。ほっ。多分、あ、さっきも話したっけ？この動画の前に、おそらくなんですけど、順番逆になると思うけど、普通に、44マグナムのランクマッチでプレイした動画が多分あると思うんで、まあそっちを見てね、もういいやって思った方は全然見なくていいっすよ、この動画。キッズは見て。俺の収益のために。よし、まあ、てな感じでね、気が向いたら、
ダウンロードじゃなくて、課金してゲットしてみてはいかがでしょうかっていう動画でした。はい。とにかく銃声かっこいい。まあ、銃声はあんまやけど、銃声っていうよりも、もうただロマンが詰まった武器の44マグナム、そしてこのモーションがかっこいいでございます。で、さっきも言ったけどね、新しい SR のキットも当たったんですよ。これね、これね、この包帯巻、ぐるぐる巻きの迷彩っていうかキット。まあ、この動画も明日一応ね、あげようと思うんで、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、てな感じで今日はこんな感じでね、紹介動画でした。まあ、また明日から多分2作品同時にあげたりもいろいろしていこうと思うので、楽しみにしていてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ごどかでした。さよなら。バイバーイ。あ。